ではね、今日ガスグレネードの進化をね、皆さんにお教えするということで、まあ、まずね、通常時のね、ダメージ、M16A3 だったら一発、ここ27ダメージ入ったと思うんですけど、まあ、ここ回復していいよ。でね、ガスグレネードのね、効果範囲っていうのはね、ただね、ガスグレネードをこうやって投げると、まあ、ただ HP ね、減るだけじゃなくて、まあいいよ、これ一回出ていいよ。こうやってね、減るのが普通だと思ってたんですけど、まあ、追加的な効果として、回復して回復。追加的な効果として、ガスグレネードの、ね、効果範囲内にいる間は敵に対してのダメージ2倍になるっていうね。もう一回入って、これ一発ね、銅に当てると54ダメージ入ります。よし。でね、これはですね、何がねすごいかっていうと、やっぱりガスグレネードね、敵が入ってる間にこれ当てるとですね、ヘッドショットなんでね、一撃っていう、まあ、ヘッド当てるよこれで。これ一撃なんですよね。これがすごいっていう。敵に対してね、待ってる敵とか、ブリーチするときにね、このガスグレード非常に強力なんで、ただ HP 減るだけじゃないっていう。で、あとね、もう一つ追加的な効果があるんで。湧いた？湧いた。オッケーオッケー、こっち来て。どこだ？めっちゃガラス割ってる。オッケー、来た来た来た。ガスグレードじゃあ俺に投げて。おい、こっちに立った。ガスグレードね、投げると、まあ、まず前見えなくなるんだけど、実はね、オプティックっていうの、このレティクルがランダムにスウェイするっていう、これがね、結構やらしいです、実は。打ち合いに関しても、単純にね、デメリットを受けるっていうのは、このガスグレネードの効果で、しかも、こう出てもね、しばらくはね、目が見えないっていう、よくはね、これがガスグレネードの効果です。まあ、こんな感じでね、結構今回のグレーはいろいろ強いのがあるんで、いろいろ試していただけたらなと思います。ではね、今回の動画楽しんでいただけたでしょうか。楽しんでいただけたらね、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。中野ひとBでした。